今日もいきます。笑ってみます。じゃじゃじゃん、じゃクーガのテラスからです。じゃーん、よくなってみて、観覧車がライトアップされてきた後ろのメリーゴーランド綺麗っしょ、ね、あと向こう側にライトアップされてて、ちょっと分かりづらいか、ちょっと待って、もう一回やるね、これアウトカメラの方が、じゃーん、ほら綺麗だよね。ちょうどね、メリーゴーランドのね、あの明かりがね、日が暮れてきたからすごい綺麗なの、めっちゃ綺麗。それでね、見えるかな、あの観覧車がね、ライトアップされてきて、グリーンとかブルーとか明かりがついてきて綺麗。見える？じゃあ、ほら、そっち側で。あー、綺麗。ちょうどそこの、あのライトアップも見えるようになってきた。綺麗だわ。ね、すごい綺麗。あのクリスマスイルミのライトアップ。ちゃちゃちゃーん。ラクーアの。ちょうどあの1階のところはね、レストランが中華屋さんとかタイ料理店とかいろいろあってめちゃめちゃ美味しそうだったよ。じゃーん、綺麗だよね、すごい綺麗。これ、よし、こういう風に置いたらあれかな。どう？あれは見えるかな。もうちょいこっちか。こんな感じ。こんな感じ。こんな感じか。イエーイ。もうちょい向こう側かな。これだと、あれ見える？あのさ、このね、なんかコメント欄のところのなんかが、これ消えるかな？消えないな。お知らせがね、消えないからさ。見えてるか見えてないかわかんないね、私には。見えてる？こっちの、なんだっけな、ちょうどさ、R になってるところにね、クリスマスイルミがね、こう、あるんだけどさ、ライトアップされてて、見える？東京ドームはね、女子対抗があったらしいよ。あの、じゃじゃん、さっきね、あそこでもらってきた朝さ、フードコート行った時になんかね、東
京ドームシティイベントスケジュールというのがあって、都市対抗、都市対抗、今92回なんだって。で、あと何、機械センター全開ダンスショー、アトラクションズでね、いろいろ分かれてて、それでここがね、マップになってる、見えるマップ、こんな感じ、マップ、はい。それでなんかね、12月のこのクリスマスシーズンにスケートリンクができるらしいよ。この東京ドームのなんかね、22番出口のところにできるらしくって、あの、あれだよね、スカイツリーも今スケートリンク作ってるよね。なのでね、あのスケート好きな方はぜひね、このクリスマスシーズンあったもらってきたのよ、これさっき、あった、ほらスケートガーデン見えるかな、スケートガーデン、こんな感じで、12月17日から25日、一転中止。ああ、取れちゃう。平日15日から、あ、違う、平日は15時から20時。土日が13時から20時だって。それで、ウィンターイルミネーション、クリスマス限定、クリスマス&ニューイヤーデコレーションだって。クリスマス&ニューイヤーデコレーションが、12月11日から2022年1月10日、これがね、17時から24時、クリスタルアベニューラクーア荷物ポートでやるみたいだよ。すごいね、このこんな感じ、こんな感じです、はい、興味のある方はね、ぜひ東京ドームシティ行ってみてください。なんかね、冬季限定のお得なアトラクション3回券付きチケットを販売するんだって。これが2021年11月5日から2022年2月28日、平日が16時から土日が、17時から、1800円でイルミライド、なんかね、アトラクションライド3回券とセガ東京ドームシティの UFO キャッチャー1回券付きらしいよ。はい、こんな感じでライトアップついてきたね。見える？見える？見えない。はい、こんな感じ、じゃじゃじゃーん、みたいなやつゲットレッド、めっちゃ楽しそう。でもさ、みんなね、若い子たちがね、いっぱい乗ってる、ちっちゃな子さんから、ちっちゃくはないか、小学生ぐらいの子とかね、あと家族でね、乗ってる人がいっぱいいて、すごいよ、水しぶきが。なんかさ、
見てるだけでも楽しいね、あれね。最高。ちょっと待って。じゃあ、こんな感じで見えるかな。ちょっと見えないか。ちょっと待ってね。あ、やばい、こっちの充電がなくなってきたの。ちょっと向き変えるね。めっちゃ綺麗なんだけど、あのあれがね、映らないね。あの、なんだっけ、こっちには映るんだけどさ、観覧車のライトアップがあんまり映らない。バイバイ。じゃあね、ある方はね。